次のスピーチはですね、ティープーズプラン研究所の、白川真澄さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。昨日国会が始まりまして、昼間ちょうどここの前、ずいぶん大勢の人が集まって、戦争反対の声を上げたんですが、今日はちょっとここはそれに比べると少ないんですけども、問題の重要性から言えば私は同じぐらい重要だと思って今日参りました。安倍政権はですね、その協定、TPP 協定を署名をして国会の批准を求めると言っていますが、概略しか決まっておらず、しかも多くのことが今後の協議に委ねられているという、あただらけの何が何だかよくわからないものをですね、国会に出そうとして、こういうものは様々な条約の中でもおそらくない前代未聞の協定なんではないかというふうに私は思います。こういう、特定秘密方法がかかっているわけではないんでしょうけども、ほとんどのことが秘密にされている協定の全体像を明らかにして、私たちはこういうものの国会への上程あるいは批准というものを決して許してはいけないというふうに思います。で、この TPP をめぐっては多くの皆さんからすでにご指摘がありますけれども、甘利大臣はですね、この協定の大筋合意の時に何と言ったかっていうと、我々がルールを作るんだということを言いました。これはもう非常に傲慢な発言だと思います。で、もちろん甘利大臣が言ったのは、貿易の今後の貿易に関して日本とアメリカが中心になって、中国のような国で、中国のようなものではないルールを作って、それを押し付けて中国を巻き込むんだというふうに言いましたけれども、単にこれは貿易のルールを変えるという話だけではないと思います。私はやはり TPP 協定の持っている恐ろしいところは、私たちの社会やあるいは世界の在り方を作って、ルールを根底から変えようとしているところにあるんじゃないかと思います。それぞれの国あるいは私たちのさまざまな要求によって、例えば食であれ命であれ、安全性とか公共性とか環境とか、そういうものが一番大事だというルールを私たちは社会の中に作ってきたと思います。で、そういうルールを根こそぎにして、自由競争、経済成長であれば何でもいい、そして企業の利益をまず優先するんだ、そういうルールをでもってこの日本の社会と世界全体を全部作り変える、大変恐ろしい計画だというふうに思います。私たちは彼らが勝手にルールを作って、私たちの社会や世界というものをしっかりにしていくことを決して許してはならないと思います。これが TPP 協定に反対する私たちの気持ちでなければいけないというふうに考えています。で、今年の参議院選挙というのは非常に重要な意味を持っていることはもう皆さんご承知というのか、ご存知のことだと思いますけれども、特に今野党が連携をして自公の候補というものをと戦っていく、その時に32ある一人区の戦いが非常に重要だと言われますが、やはりその焦点の質が TPP に私はなってくると思います。ですからもう一度 TPP が大きな争点になってくるチャンスがあるわけです。しかも今言いましたように、これは農業の問題ということだけではなくて、私たちの食の問題、医療の問題、暮らし方の問題、環境の問題、あらゆる面でルールを勝手に作らせてはいけない戦いですから、この大都市を含めてもう一度問題を訴えて TPP 阻止のための声を上げて、それを安倍政権を倒していくための大きなテコにしていく必要があるというふうに思います。皆さんと一緒にこれからも戦いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。本当に選挙大変すごい大事ですよね。なんとか自分たち自分の国会議員っていう意識っていうのが日本にはあんまりないみたいなんですよね。アメリカだとマイセネットとか言うんですよ。自分の国会議員っていうこと、それをちゃんと、しっかり考えてやってもらいたいなと思います。で、その